はい、こんにちは。こんにちは。こんにちは。どうも、ジジです。アゴです。はい。というわけでね、今回は、はい。航空さんが、なんと、まあ、5周年。見ました、インスタグラムで。周年イベントですね。まあ、毎年12月に行われている周年イベント。はい、まあ、今年も12月15日に行われるんですけど、はい、まあ、周年イベントといえば、毎回、まあ、ものすごい、まあ、ヴィンテージからインディーズまでね、販売される、はい、まあ、何百人といつも集まるんですけど、それのね、まあ、イベントに出すソフビを事前にあのショーケースで見せてもらえるんですよ。ああ、はいはいはい。はい。で、それを見に行ったらですね、うん、なんと今年の虚空さん、うん、12月1日に、拡張リニューアルオープンということで、うん、あ、はいはいはい、はい。はい。さらに大きくなるんですね。で、その時に12月1日もまた、販売があります。悟空さん、12月1日の販売イベント、12月15日の販売イベントと、12月に2回、激アツなイベントがありまして。大量大出血サービスです。そうなんです。で、12月1日のイベントの、はい。ショーケースも見れました。はい。で、まあ、1日分と15日分と分けて、まあ、約50枚ぐらいちょっと写真を撮ってきたんで、これをね、僕の予習を兼ねて動画にしようかなと。ああ、なるほど。うん、何を買おうかなってことでね。うん、はい。じゃあ、見ていきましょうか。これですね、まあ、リニューアルオープン、12月1日です。まずはリニューアルオープンからの写真ですね。まずね、うん、かいしょ。たまたま卵ごろ。卵ごろかわいい。これね、いや、結構出ないのよ。うん、このね、ロボダッチのソフビって、何種類か出てるんだけど、何種類つっても、卵を入れて4つか3つだけかな。ごめんなさい。間違えてたら。で、他のはね、数千円で買えるし、まあよく出てくるんですよ。うん、これね、主人公の卵ロだけね、あんまりなんか出てこない。逆に、うん、逆に。面白い。今回ね、割と目玉かもしんないです。ちょっと最近見ないんで。うん。で、次ね。まあ、ロボコンとかもありつつも、ちょっとね、写真が50枚あるんで、サクサクっと活かしていただきます。はい。で、まあ、これ、ね、ロボチョイがあったりとか、あ、これね。かわいいですね。うん、かわいいでしょ。これね、上のそのクリアのフードがね。いや、いい。いいでしょう。まあ、チョコの辺も狙い目かなと。うん、かわいい。はい、で、まあ、ライダーね。頭切れてる。そうそう。この辺はまあ、俺はもうね、今は行ってないんであれなんだけど、まあね、ライダー最近好きになった方なんかは、まあ、悪くないんじゃないかな。もう今もう恐ろしいことになってるからね。うん。この辺狙うのも悪くないんじゃないかなと思って、ちょっと写真を撮ってきました。はい。で、ここね、まあね、僕この、まあ真ん中の、このマジンガー Z のパチ、はいはい、まあ、ほんと買っときゃよかったなと思って、うん、ほんとこんな価格になっちゃったんだと思って、うん、でも今回ちょっと考えてんすよね、うん、うん、いい加減行こうかなと、うん、袋入りでも袋入りだと遊べないね。そうなんだよ、開けれないからね。開けれない。まあ、ぶら下げとくのも可愛いけど。可愛いけどね。まあ、開けたいよね、一個はね。うん。まあ、あと、後ろのね、ダンガードレスもいいかなっていうので撮ったかな、これは。ね、まあ、これですわ。うん。12月1日、僕のメインです。え、どれ？見てください、この後ろのアヒルに乗った NHK のキャラクターたち。あー、でも私もやっぱ後ろかなと思ったけど。見たことありますか、こんなの。なんか乗ってんね。すごいでしょ、これ。こんな子いるかなとか、まあ、NHK のなんかいろんなキャラクターが、アヒル、動物サブリのアヒルに乗ってるんですよ。スワンか、白鳥か、これ。うん。まあ、今回これメインかなと。ただ、あれなんですよ。一回の、列で、一個しか買えないんですよ。だから僕少なくともね、7周しなきゃいけないんです、これで。はい。いっぱいでしょ。これ全部欲しいんで。まあ、今回最、え、ぜ、いや、全部欲しいです。嫌です。なんで、まあ、7周します。これね、これがソフビじゃないんだけど、あ、面白いな、と思ったのが、このね、韓国のパチモンのアトムの
これプラスチックの人形なんだけど、これ結構面白くって、俺ねこれね全身黒タイツ着たバージョン持ってんのよ。うん、でなんかちょっと未来的なピストル持ってて、非常にねありえないアトムになってるんだけど、ちょっとねこれ感じのアトムちゃんと映ってないけど。いやねこれね横に奥にねちょっと立てかけたってちゃんと撮れなかったんだけど、これねアトム好きでちょっと変わったもの好きな方は、ちょっとねこれ見してもらった方がいいと思います。当日これちょっと割と珍しいんで、黒バージョンの方がね逆に結構あるんじゃないかな。普通のアトムバージョンってあんま見たことないんで珍しいと思います。でこれがねちょっとこれも欲しいなと思ってんの、このライダーの鉛筆。鉛筆ね、可愛いね。ちょっとこれいいなと思って撮りました。はい、その目の前のねモグラルゲもいいんだけどね。でこれがまあダブラス、これ多分ちゃんと完品だと思うんだよな。ゆっくり見てないからあれなんだけど、すごい Not for sale って感じ。そう12月1日販売なんだよね。まあ、このダブラスもいいんだけど、この横のねピンクの塗装のアフロダイあるでしょ、これめっちゃ綺麗だったの、状態がすごい綺麗だね、確かに。そうで俺ちょっと状態悪いのしか持ってないから値段がね上向いちゃって見えなかったんだけど、だ値段によってはこれ行きたいなって思ってます。はい、あとねちょっとこれ見切れちゃってんだけど、左下に X ライダーのミニがあるんだけど、これね成型色はめっちゃ綺麗だったの。でねペンダントサイズぐらいのすごいちっちゃい可愛い底尾で、これは物は何なのかわかんないんだけどちょっと惹かれたね。なんかね、ちょっと、なんか透き通った感じの成型色、すごい綺麗でした、これ。で、この辺はまあ、鋼鉄ジーグのスタンダードぐらいサイズあるソグビー。これもちょっと狙いたいのと、あと、ちょっと隠れちゃってるんだけど、クリアのロボットの装備あるでしょ？後ろの方に。あれがね、まあ、ミクロマンのロボットマンのソグビーの復刻の時に出たクリア成型のやつなんだけど、これねいつか欲しいなと思ってて、でこの価格だったらいいかなと思ってるんで、これもちょっと狙ってますね。あと右のグランゼルのスコープのやつね、これもこの価格だったらいいな。だからねなんか12月1日のやつ値段がめっちゃ優しいんですよ。なんか私も見てて思ったんですけど、なんか私のもうバグ金銭感覚バグってんのかなと思ったけど、いや、なんか全体的に安いなと思って。そうなの。ね、本当に買えちゃう。なんか、あ、欲しいと思って買って損しない値段ばっかついてるんですよ。大丈夫かな？やばい、俺だ、20周ぐらいするかもしれない。大丈夫って。なんか、まあ、悟空さんが？悟空さんがじゃない、あなたが。あ、まあ、もういいですよ、俺。もう全財産失う。10月1日に。あとこれが、フェラーリ 512BB って書いてあるんだけど、どう見てもこれカウンタック LP400 なんですよ。だから何なんだろうなと思って。わかんないんですよ。これだからちょっと当日見せてもらおうかなと思って。かわいいね。で、かわいくて、これソグビだったらちょっと欲しいなと思って。ちょっと欲しいよね。かわいい。かわいいでしょ。で、黄色入ってるんで。かわいい、はい、赤いな。逆にだから赤欲しかったらこれ半分コックできんじゃん。まあもし変えたらもしでソグビだったらね、ソグビだったらいい。ちょっとこれはソグビだったら欲しい、赤欲しい。じゃあ2週目にまずこれチェックさせてもらうわ。ですかさ、これさ予習の作戦動画だとか言ってるけどさ、これ動画にしちゃうからみんなにバレちゃってんじゃんね。ダンガードエースの輪投げ。これ、そうそう、これいいなと思って。あとちょっとロボコンの袋入りが値段関係が見えなかったんで、まあ当日チェックして、優しめの値段だったらありかなと思って。まあ確かに。はい。真ん中さんもう最悪カード使えるんで、無限なんで。やばすぎる。あとこれ
あのね、イビルがこの袋入りでこの価格って、もうタダだよ。タダではないけど、まあ、安いね。このね、スタンダードのアクマイザーで結構難関になってくるのがこのイビルなのよ。それがまあ袋入りで6万っていうのはちょっとね、ただ。ただだった。うん、これただだなぁと思って研ぎました。はい。あとこれ、ロボガキ。ロボガキの、スタンダードの完品っすね。完品これ、うん、すごい。完品っすね。これはね、今悩んでます。可愛くないね、ダーモスカス。可愛くないけど、しょうがないかなって感じ。まあまあ、そっか。うん。これちょっと悩んでます。あとね、まあこの辺か。あとダイモスか。ダイモスのミニ装備。まあこれも悪くないかなって悩んでます。あとこれね、なんだっけかな。大天魔戦車だっけかな。確かそんな名前だったような気がする。大天魔戦車とそういうやつなんだけど、これもね、前からちょっと欲しかったんで、うん、これもありかなと思ってます。はい。まあ、結局、第一候補で狙ってるものが買えなかった時用に、ある程度前から欲しかったものを置いとくと、そう、あ、じゃあこっちでっていう風に、まあ、できるじゃないですか。なんで、これは補欠で狙ってます。あと、これ。バルザス。マグマ大使の敵なんだけど。ああ、出た、マグマ大使。うん、これね、俺、なんか好きで。うん、なんかそのうち買おう、そのうち買おうと思ってて買ってないですよね。うん。で、ヤフオクなんかでもちょろちょろ出てくるんだけど、やっぱまあできればお店で物見て買いたいんで、で、まあ大体オークションでこんぐらいなんですよ、これって。で、だからお店で扱うんだったらもうちょい高くつけなきゃいけないのに大丈夫かなっていう価格なんですよ。まあなんか買いやすい値段。そう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 。でこれもまあちょっと状況によっては状態確認させてもらって買いたいかなっていう、うん、装備。あとこれはまあ無理だけど、うん、なんかまあ無理だけどなんかもう最悪本当に全部買いたいもんが買えなかった時行っちゃおうかなと思ってる、パーマンジェット好き。かわいい。かわいいでしょ。うん。これ確かねオバキューもあるんだよね。そうなんだ。うん。ジェットスキーだっけかな。まあ、オバキューはやっぱこういう風に乗るやつがあるの。まあ、乗り物はプラチックで、装備、オバキューの装備がついてるやつあるんだけど、うん、そういうのね、装備だけ俺持ってんのよ。乗り物、そう、乗り物を持ってないのよ。うん。なんかそれ系のやつなんだけど、まあ、これもいいなと。はいはい、うん。あと、バトルジェットね。これもいいよね。まあまあ、だこの辺は本当にだからもう全部買えなかったらっていう感じかな。だからなんか、一個買ってくときにちょうどいいぐらいかなっていう。バルダック星人。後ろ、ちょっとピント合ってないんだけど。うん、後ろにいるじゃん、なんかバルダック星人。うん、あれ、まあいいなと思って研ぎました。手前にいるのがちょっと見切れちゃってんだけど、ロボダッチ。のさっきのやつの。やっぱまあ、数千なんですよね、主人公以外はね。うん。あとはその後ろのタックル。これもね、だいぶいい値段になっちゃってるんで、手出しづらいんだけど、まあ、いつかは欲しいなって。あの、テントウムシみたいなのいるでしょ？はい。あれがね、仮面ライダーのキャラクターなんだけど。あ、そうなんだ。うん。電波人間タックル。あとこれが、あ、なんだこれと思って。うん、カッパちゃんつって。カッパちゃん、うん、可愛いなと思ってちょっと気になりました。うん、あ、でこれもねちょっとピントが合ってないんだけど、なんでこんなピントっぽい。俺だってさ興奮して写真撮ってんのよ。いや興奮して写真撮っちゃってんの。うわーすげえ、うわーすげえっつって、うん、これ川屋のあれなんですよ、検証かなんかでいただけたのかな、もらえた怪獣で、これなんかね、マトギュウシカみたいに真ん中が割れて真ん中にまたちっちゃい怪獣が入ってるみたいな。いい。そうそう、面白いやつでね。これだからピント合ってないんだよね。いや本当だよ。うん。あとこれサドラ、これミドルサイズなのよ。え、これミドルサイズなの？
そう、ミドルサイズで、なんでこの値段と思ったら、これね、あのね、右手の感着がね、おそらく切れてんのかな。あ、まあ、なんか浮いてるようには見えなくも。うん。ぽいいんだよね。だから、あ、この値段なんだと思って。で、感着切れって簡単に直せんのよ。でも安くね。安いの。だから俺、これ、実はちょっと、3番目ぐらいに狙ってる。ミドルで8000。ミドルで、うん、サドラ8000はちょっと安いんで、まあ、感着切れ起こしてるっていうのが多分あると思うんだ。いや、まあ、でもほら、直せる人、うん、もう簡単に直せるんで、これ割と3着目ぐらいに狙ってる感じ。ああ、まあオコゼルゲね、オコゼルゲ、これもまあ悪くはないかなと、うん、あとダイゴロね、うん、これも悪くないかなっていう、うん、どんどんやってました。あ、これでまあ以上で12月1日ダイゴロ、まあ終わりなんだけど、あのね、全然まだまだ増えてますっていうのが、悟空さんのインスタグラム見ると12月1日よって写真がどんどん上がるんだけど、僕行ったの火曜日なんですよ。その日なかったものの写真がバンバン上がってるんで、はい、もう当日行ったらさらに頭抱えることになると思うんですけど、ストーリーにいっぱい載ってたよね。載ってる。なんで皆さんもぜひね、インスタの悟空さんちょっとフォローしていただいて、さらに見るといいんじゃないかなと思います。はい。でこっからが12月の15日、まあ、5周年ですね。はい。のケースになります。で、まあ、インディーズだよね。やばいとこ入ってんなと思って見てました。はい。はい。まあ、出雲さん、ビーモンさん、あと、なんだっけ、ガキ大王、ジャンケンマークさん、はい。ヒロタさん、はい。後ろメイズ。結構えぐいなと思って。あ、もう、ビーモンさん。はい、はい。デルタさん。はい。ヒルタさん。結構えぐいなと。これ全部プターさんです。はい。まあ、えぐいなと思いました。はい。まあ、まだインディーズのあの辺狙ってる人はちょっといっぱいお金持ってった方がいいかもしれないですね。そうですね。えぐいんで。はい。一歩糸星人ね。これは、まあ、ちなみに、15日の5周年に関しては、当日値段発表なんですよ。ああ、そうだよね。そうなんですよ。この一歩糸とかね、手頃な値段だったら欲しいなーっていう風にちょっと見てました。で、これね、はい。スタンハンセン。まあ、いつか欲しいなと思ってるんで、これも当日値段によっては、第一候補かなと。うん。つやつやだ。つやつや。プロレスラーですね、4人ともね。まあ、これは無理かなって、まあ、写真だけでも収めとこうかなと思って。うん。飾ってたらめっちゃ可愛いやん。いや、可愛いよ。あれで、ちゃんと梱包されてる。ブギスターのね。これはいいですね。まあ、憧れということで撮りました。マルカのバギーとかね、この辺のあの妖怪系とか、後ろのね、怪獣から頭光るやつかな。この辺とかね、結構ちょっと、面白めのヴィンテージ出てるなと思って。いいね、うん。ブリキの車に乗ってるの。いや、これね、プラチックっすね。あ、プラなの？うん。戦隊もののやつで、俺、右のね、サンバルカンは俺、土世代なんですよ。なんで、右はプラっぽく見える。うん。ちょっとね、あれは欲しいなと思って。はい。で、この辺がね、ちょっといいなと思って、韓国のパチモノなんだけど、右が。そうだよ。うん。熱血紅白邦夫くんのあのドッジボールのソフビかな、これ。邦夫くんの顔やばくない？やばい、俺これね、一番かもしんない。顔やばいやばい。え、顔とかなんて、おもろすぎる。え、タラコ唇やん。うん、そう。これいいな、と思ってて。誰てか。邦夫くんです。はい、くんぎょくんです。はい。いや、そう。いや、あやかさん、これ、くんぎょくん。くんぎょくん。はい。これ、ちょっと一番かなと思ってます。今のところね。はい。はいはいはい。で、まあね、ビュビューンのスタンダードサイズ、3体揃い組みですよ。これ、そ、入ってるし。入ってるの。でね、これ揃い組みなんだけど、これ多分、1体ずつ売るのかな？それぞれに値段ついてるじゃないですか。ずつやないですか？だとしたらどうなるかな。
ずしんだけでも美味しいの。バシャンはね、とても買える値段じゃないと思うんで。てか、私本当に思うんですけど、うん、こうやってパッケージに入ってるやつ、マジ初めて見るんですけど。これビビオン。ビビオンのバシャン。バシャン。すごいな。これね、ちょっと、ずしんだけでも値段が、それ手頃だったらちょっと抑えたいなと思ってます。はい。これね。3体セットにすんのかな、どうすんのかな。で、これね、ミドルサイズのビビオンもあって、これも珍しいんですよ。パツパツの袋が。でね、ビビオンの頃って、サイズがね、かなりちっちゃくなっちゃったんですよ。ミニは他のミニと大体一緒ぐらいなんだけど、ミドルがね、ミニのちょっと大きいぐらいで、でスタンダードがね、ミドルのちょっと大きいぐらいなんですよ。なんか、原料が高くなったのかわかんないんですけど、うん、あ、これ大天馬ね。さっき戦車あったじゃないですか。ありました。うん、あれの戦車じゃないやつです。大天馬。だから1日俺戦車買ったら大天馬行きたいなと思ってて。これ15日なんで。でもこの辺ライダーっすね。まあ、1日はね、まあ、主人公と、あと怪人がちょっとミニがあるんだけど、15日はね、さすがですよ。怪人のスタンダードが揃い踏みですよ。ドクダギアン、ハチ女見えてますね。はい。まあ、トカゲの見えてますね。はい。まあ、なかなかえぐいんじゃないですかね、この辺もね。よくこんな持ってないから、うん、持ってんねっつって、お店だからね。いや、そうだけど、物が集まってくる店だけれども。これがね、ブラックキングの通常と後ろが、お主人とこ以外で初めて見た。うん、見たよね。まあ、これいくらまでかな、はい。ちなみに僕実は虚空の1周年か2周年の時に買ってるんですよ。虚空で18万ぐらいで買ったのかな。1周年か2周年の時で。倍以上するのかな？わかんない。でも、そんな目玉飛び出るような価格じゃなかったら、欲しいっす。いや、わかんないよ。もう一体。だって、まあ、いくらまでとは言わないですけど、はい、僕の考えてる中の価格帯であれば、欲しいっす。何体あってもいいんで。ブラックキングいいよね。かわいい。うん、かわいいよね。色もいい。リアルな造形なんだけど、ほんとかわいいよね。色めっちゃ残ってるやん。ちょっと、狙ってます。はい、これはね、多分ね、多分これ狙ってる人多いんじゃないかなと。いやー、狙ってるでしょ。なかなか出てこないじゃん。まあ。いくらでも出しますみたいな人いそう。そうだよね。結局まあ、値段なんかいいんだ欲しいからっていう人には勝てないですからね。まあ、でも僕も狙います。はい。はい、で、お母さんね、ウルトラの母がね、かわいいなーっつって。かわいいね。かわいいけど、まあ、無理な値段だろうなと思うんで、まあ、あとこの辺のゴメズね。いやー、綺麗、ツヤツヤやん。うん。この辺ね、まあまあ、うん。まあ、この辺は。まあまあまあ、そんなの分かってますよ。うん。まあ、この辺はね。強でも。はい。まあ、狙いたい人いるんじゃないかなと思って、まあ、動画にするつもりだったんで。いやー、かわいいな、うん、撮っとこうかなと。まあ、後ろにジャミラもいるしね。うん。うん、まあ、この辺。ほんとだからもう、ね。一個大物をっていう人たちはこの辺を狙ってくんじゃないかな。うん。うん、この辺とかね。丸さんとかね。うん、いや、パゴスやばいよな。めっちゃいいな。こっち見てる。かわいい。うん、見てるね。俺のこと、おじいちゃん連れて帰ってよ、つってんのかな。連れて帰れる値段なのかな。連れて帰れないです。本当やばい。で、この辺のミニソフィはね、結構厚めにあるんで。ほんといっぱいあるね。うん、この辺だったらね、珍しいものでも、まあ、割かし可愛い値段で買えるんで。可愛いって言っても、まあ、数千円では無理ですけどね。うん。あとね、結構ロボットものがちょっとね、厚めでした。うん。
ちょっと俺ビッグダイ X 欲しいなと思ってます。この中であの赤いやついるでしょ、うん、ザクの後ろにいるやつ、うん、あいつはちょっと欲しいです、うんうん、かな。まあトライダーもいいけどね、ちょっといいとこ揃ってるなと思いました。はい、ダイナガとかね。はい、あとこれが彩香さん大好きなマクロスの、これね、はい、スタンダードぐらいある装備なんですよ。これね、あなたの写真の撮り方がすいません、なんか下手くそで。これね、やば、うん、2万円とかでよくあったんですよ。いや、知ってますけどね。買っとけばよかったね。待って、箱入りか、えぐい。うん、いくらかな。ちょっと値段だけ見てきてください。あ、見る見る見る。あの、LINE しますよ。うん、いやー、でも、うん、無理だから、私絶対いけないのかって。いやー、寝ない。怖いよ。いくらすんだろうね。知りたくない。うん、いや、えぐい。まあ、こんな。ちゃんと綺麗な写真撮って。ねえ、これじゃわかんないじゃん。すっげえ怒ってる。頭切れてるし。うわ、すっげえ怒ってるよ。しょうがないでしょ、もう興奮して見てんだから、もう俺。ちゃんと写真撮ってきて、すいません。はい、まあというわけで国、はい、まあ12月1日と12月15日と激アツな2日間が待ってるんですけど、激アツですね、はい、うん、まあぜひあの皆さんもね、インスタの国空のアカウントをフォローしていただいてね、写真いっぱい出てますんで、はい、まあぜひ皆さんもチェックしてください。あとあの限定のね、装備の抽選なんかも始まると思うんで、うん、その辺もあるのね、インスタ必ずフォローした方がいいです。やってない人もすぐアカウント作れると思うんで、作ってね、フォローした方がいいと思います。はい。で、まあ、12月1日、ね、まあ、あるじゃないですか、国。で、まあ、15日もあるじゃないですか。なんとね、その前の11月30日は渋谷の真ん中だけでもこういったイベントがあるんですよ。で、12月の7日、まあ、シカフェスの日ですよね、僕。は出るのはシカフェスなんですけど、7日もね、中野のね、SP7、スペシャル7。はいはいはい。でも、そういうイベントあるし、あと大阪の方、真ん中のグランドカオス、そちらも周年イベントがあるんです、12月は。おかしいだろ。12月もね、そう、真ん中さんはね、尋常じゃないんですよ。で、プラス、12月1日ね、あの、アンチ君。はいはいはい。わかりますか？わかりますよ。はい。アンチ君が主催で、大阪で、あの、活動している、ソフビを作ってる方々を集めたイベントやるんですよ。そうなんだ。そう。なんで、大阪の方で今これ見てて指加えててね、いや、航空行けないよ、1日に秋葉原行けないよっていう人は、グランドカオスもありますし、1日じゃないけどね。でも1日こっちのイベントもあるんで、まあ、ぜひぜひ、大阪の方はね、こちらも参加できるんで、まあ、とにかくいろんなとこでいろんなイベントあるんで、12月は。えぐいです。えぐいです。はい。皆さん、あの、いろんなとこチェックしてみてください。はい。でも、そんなにいっぱいあると、うん、どこかしらに1個は自分の探してるソフビがもしかしたら見つかるかも。いや、見つかるよ。見つかるよ。俺だって1日とりあえず、真ん中小口さん何周するんだって話だからね。まあそうだよ、見つかっちゃったから、見つかっちゃったから、一人だよ、しかも一人で行ってぐるぐる回るんだよ。知らないよ。何、私がなんで行けないんだっていう闇。いや、そういうことじゃないですけど、そういうことじゃないですけど、はい。知らんがな。はい、というわけでね、まあ2024年もね、もう残り1ヶ月となりましたがね、ソフビの方はね、激アツな12月となるんで。そうだね、すごい。うん。まあ皆さんね、真ん中け、各地の真ん中けのね、そういったイベントと、大阪の人は12月1日にね、ソフビはもうあるんで。うん。まあ12月もぜひ皆さん、楽しいソフビライフを送っていただいて、僕は12月1日、国空で頭ぐるぐるして、体もぐるぐるしながらソフビ買ってるんで。というわけで。というわけで皆さん、良いね、12月をお過ごしください。はい。また。はい。